えー、はい、えー、おはよう、ございます。す。の笹川でもう今日、あのー、5時半に目が覚めまして、<laughs> 久しぶりによく眠りま,まして、昨日ね、もうなんかもう、頭がボンーンとしてきてね、<laughs> これはダメだなと思って、あの思い切ってあのいつも行ってるマッサージ屋さんに行って、首だとかあの背中とか揉んでもらったら、だいぶあの血行が良くなってきましてね、<laughs> 夜ぐっすり眠りま,ましてね、<laughs> よし、ちょっと元気出てきたんで、<laughs> よし、あと頑張らず、あと、えー、15日前ですからね、あと6日ありますんで。 えー、バリバリ残ったやつを片付けてという風うな気持ちでおります、えー。頑張ります。あとね、あのー、ま多、あ、くお,お客さんなんかからもね、あのウクライナに寄付したいんだけど、ど,どうしたらいいの税制上でどうなるのみたいなご質問いただいたりとかね、やっぱりあのー、皆さんウクライナのことは気にかけていらっしゃるなと私も本当に気にかかってます。あのー、なんでかって言うと。 えー、あれってあれでしょう民間人虐殺だとかやっててほと,んどほとんどっていうかあの、まあ、国際法違反だし昔ヒトラーがやってたことと何にも変わりないがないじゃないかという気がしてねひどいなっていうこんな21世紀のこんな時代にそんなことがまかり取るんだろうかっていう,ふうな感じですね。 あの私あの、争い事は好まないし、あのそういったけんかを吹っかけるってことは自分からは絶対しないんですけど、売られた喧嘩はもうあれです、徹底抗戦ですね、あの仕事柄あの、えーと、何年かに1回はですね、本当無理無理筋を言う人っていうのが登場するのですけれども、権力をバックにしてね、徹底抗戦です。あのまあ、あの戦いい方っていうのはあの、えー ゲ,ゲリラ的に戦ってみたりだとかあ戦略戦術でうまいことやるのですけれども、まあ、逃げる姿勢は絶対見せられないんですよ、徹底的にやりますよという感じで徹底的にやります、そうしないと本当にあのや,やられかねないのでね、あの,ー、あ,のあれですよ <laughs> と、差し違える覚悟だよというのを見せると、ね、向こうもひるみますからね。そ、まあ、あそれはそれはとして まあ、あとあだね、まあ、その今の覚えれでしたけど、昔ねスターリン、ソ連スターリンの頃でね、映像で、確かポーランドの将校ですよ、えー、っとと捕まってね、えーっと、なんか押し込められてるんですけどね、虐殺されて、その辺に埋められるっていう映像をね、見たのを思い出しましてね。 軍服を無理やり脱がされてあのだからあの軍人としての名誉の死さえも与えられないというた確かそんな映像でしたよポーランドだったと思ったらいいな、えー、んそ,そんな血も涙もないことをやる確かスターリンの時代だと思いますがねまあ本当恐ろしい入ったのは本当に絶滅させなきゃいけないなというふうに、えー、思います。 はい。あ <laughs> の <laughs>、えー、お仕事頑張ります。それじゃあ、またお会いしましょう。